こんばんは。今回も始まりました Be a Campfire パーソナリティのフォアプリヒューマンリソース部の加藤真由とビジネスデザイン部の白井一馬です。はい、白井くん、こんばんは。こんばんは。いきなりピープルエンゲージメント部って言ってしまいましたね。はい。まあ今更かって感じですけど、はい、そうですね、この4月からヒューマンリソース部の加藤真由です。ですね、とうとうこの日がやってきてしまいましたね、白井くん。そうですね、そうなんですか。はい、フォームアプリ初かどうか知らないですが、PA キャンプファイヤー初の YouTube プレミア公開ということで、フォームアプリの社内を飛び出して今日は放送しています。はい、ですね、そうですね。あ、そっか、そうですね、 YouTube に載るんでしたね。あの、全然社内の感覚で言って、じゃあちょっともうちょっとコンプラを意識した発言を全体的に意識しておきます。そうですね。はい。はい、今日は特別ゲスト、特別版のゲストにお越しいただいていますので、早速、タイトルコールに行きましょう。加藤真冬と、白井一馬の、PA キャンプファイヤー。はい、改めまして加藤真冬と白井一馬でお送りしている PA キャンプファイヤー。この番組では毎回一人社内のゲストをお呼びして、その方のフォームアプリピープル、旧連絡取れる分のマイプロフィールを見ながらあれこれをお話ししています、しているんですが、今日は特別ゲストとして、お越しいただきました。ご紹介します。世界一周ヨットレースグローブ40のチーム未来の一員であるフォームアプリの取締役副社長である中川浩二さんです。中川さん、こんばんは。おはようございます。あ、おはようございますなんですね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今はどちらにいらっしゃるんですか。今ですね、あのグローブ40の、プロローグレースのスタート地点、そして、僕たちチーム未来の拠点であるフランスのロリアンという町にですねいます。あ、フランスのロリアンという町で今おっしゃるんですね。はい、チームじゃない、レース自体はいつから開始になるんでしょうか。はい、まあ、あのこのフランスのロリアンからまずはモロッコまで、練習レースがありました。それが6月11日まもなくですねスタートします。でそこから、フランスからモロッコまでだいたい1週間ぐらい、セーリングをしまして、6月26日にですね、レースの本当のスタートがモロッコからスタートするという形になります。なるほど。いや、中川さんちょっとすごいかしこまってますね、今日は。かしこまってますか。はい。すいません、もうちょっとじゃあ柔らかめのトーンで。いやいや、こんな慣れ慣れしくして申し訳ないですけれども、はい、これからじゃあもう11日でスタート、あのプレイスタートみたいな。そうですね、プロローグレースという、まあ、練習レースが間もなくスタートするという感じです。そうなんですね。今はじゃあスタートに向けて準備中という感じですか。はい、もう最後の、準備をしているような状態になります。最後の準備っていうのは今どんなことをされるんですか。最後はですね、やっぱりこう直前じゃないとできないことがたくさんあるので、具体的に言うと、あの食料の買い出し積み込みというのがですね、最後の大きな、まあ、ミッションの一つにはなっています。今一番楽しい。あとはですね、はい、あとは、まあ、セキュリティチェックと言われるそのレース委員会が行う、はい、あの安全備品、まあ、そういったものがちゃんと載っているかとかですね、まあ、そういったものを最終チェックを受けて、それに通るとレースに出場が認められるというような形になります。あ、なるほど、そういった最終のチェックがあるんですね。はい、かなりそれはですね厳しくてですね、はい、まあ本当日本だと悲しい事件が、海の事件がこない事故が、ね、ありましたけれども、もうそういったことが絶対ないようにというノウハウがすごい、あのたくさん持っているので、ヨーロッパのこういったセーリング の競技団体というのはかなり厳しいですね、はい、チェックを受けますし、あとはその僕ら自身も、万が一そういった事故があった時にも、あの自分の命を助けるためのですね、かなり厳しいトレーニングをいけないとレースに出れない、そういったあのレースになります。あ、そうなんですね。中川さん自身ももう、はい、結構もうずっと2020年からですかね、練習をされている、はい、そうですね、この今、映像でいうと後ろに船が映っていますが、これチーム未来の、はい、未来号なんですけれども、
これをですね、2020年かなに購入をしました。それからずっと準備をしていたという形になります。なるほどね。これから、これまでの練習を経て今、まあ、どんなお気持ちですか、スタート前に。そうですね、やっぱりコロナでレース自体が1年伸びて、本当は去年の6月だったんですよ。あ、うん、そうだった。はい。で、まあ、1年伸びてしまったので、そのせいでこう、まあ、財政的に持たなくて離脱したチームだったりとか、はい、たくさんいてですね、なかなかこうモチベーションを維持するのが大変なコンディションではあったんですけれども、逆に僕らはこうアジアチーム、アジアから唯一の参戦というところもあって、なかなかこう地の利でいうとかなり不利なんですね、実は。なので逆にこの伸びた時間をうまく使ってしっかりとですね、準備をすることができたので、今本当に、モチベーション高く最高の状態でですね、このスタートを迎えられているような状態になります。いやー、香川さんもいつも社内でお見かけしてますけど、今日は一段ともう鋭くかっこいい感じで立ってますね。もう盛り上がスタートに向けても気持ちも高まっているのかなと思います。そうですね、はい、気持ちはめちゃくちゃ高まってます。いや、私たちのフォーアプリ社内からですね、社員からいろいろと質問が届いていますので、今からご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、ではですね、一つ目これもかなり社内業務的な質問なんですけど、中川さん、いつまでチャット見れるんですかっていう質問来てます。そうですね、チャットはですね、全部アウトルックにですね、海の上にいるよっていうのと、はい、陸の上にいるよって書いてあるので。あ、なるほど。陸の上にいるときは、100% チャットは見れます。安心してください。で、海の上にいるときは一応その電波は通じるんですが、はい、ですね、今カメラをちょっと切り替えますか。これです、この衛星のアンテナ。この子で衛星と通信をします。ですので、はい、実はですね、こう陸にいるときとは全く異なる通信環境で、まあ、一言でめちゃくちゃ遅いんですね。なので、ちょっと海の上にいるときは 100% チャットが見れるかっていうのはかなり、上というか見れないと思いますので、はい、海の上にいるときはちょっと見れないというふうに思ってください。はい、承知しました、ありがとうございます。じゃあ白井君から質問お願いします。そうですね、はい、まあ、誰と乗るんですかっていう話なんですけど、結構鈴木雅さん、すみません、はい、フルネームがちょっとあれですが、鈴木さんとは一緒に乗るっていうのは結構知ってる方いらっしゃるんですけど、他にも多分かなりのメンバーと乗られると思うんですけど、どういった方と乗られるんですかね。そうですね、今回僕ら5人でチームを組んでいて、世界を本当に一周するのは鈴木さんというですね、鈴木雅さんっていうスキッパー、専門用語ですが、日本語に直すと艇長ですね、が世界を一周します。で、残り、その前にこのレースはですね、常に2人で乗るっていうことがルールなんです。ダブルハンドって言われていて、常に2人で乗る、まあ、プロローグは何人乗ってもいいか4人で乗るんですけれども、本番のレースになりますと2人乗りというのがですね、ルールで決まっていて、そのうち1人である、メンバーは鈴木雅さんと一周世界一周します。なので残りの1人を残りの4人でですね、こう分担するという形になっていて、私、日本人、あと私ですね、中川と、フランス人の女性、エステル、そしてアンという2人、そしてイタリア人の男性、アンドレア、この合計5人、鈴木を入れて5人ですね。で、世界中をこう助けをですね、つないでいくというような形になります。なるほど。ちなみに、他のチームは 何人ぐらい、何チームぐらい出られてるんですかね。他のチームはですね、今回最終的にレースに出場するのは私たちの未来を含めて8チームになりました。なるほど。じゃあこの1年で減ったっていうところですか、まあ、8チームは残ったというか、まあ、最終的に出れる。そうですね。もともとエントリーしてたのは15チームだったんですね。ああ、そうですか。はい。ただ、先ほど言った期間が伸びたというところからの財政的な理由であったりとか、あとやっぱりそのトレーニングが間に合わなくて、まあ、いわゆるこう、試験に合格しなかったってちょっと語弊ありますけれども、ちょっと結果しまだ出ない方がいいよと言われたチームだったりとかっていうのがですね、どんどん減っていきまして、最終的には8チームが出場できるということになったという形です。なるほど。じゃあ結構出るまでも、まあ金銭的にも体力的にもハードルが結構高いレースってことですね。そうですね、出場するまでに
船とこうクルー、まあ、あの乗り手ですよね、がセットでこういろんなレースに出てマイルを貯めるような感じなんですね、うん、経験値をどれぐらい積んだかによって出場を認められるか認められないか、まあ、そういったあの形になります。なるほど。感じる？いや、まさに。Yes, it's okay. っていうところで言うと、あのスタッフがしてくれて、はい、これから、はい、あのパソコンの中のですね、こう機械の最終チェックとかをあの一緒にしてくれるの。あー、タイムリーに、こんな。ごめんなさい、ちょっと裏で仕事してます。いえいえいえ、ありがとうございます。今、はい、フランス語で挨拶をする中川さん、初めて今、拝見しました。そうですね、こんにちはとありがとうは言えるの。マサさん、あのマサさんってあの慣れないですけど、鈴木雅智さんとのコミュニケーションは普通に日本語でされるんですね。そうですね、船の上ではもちろん2人の時は日本語ですね。で、エステルとかアントレアとかアンが一緒に乗ってる時はもう母国語がそれぞれバラバラなので、はい、日本語、フランス語、イタリア語、うんうん、なので一度そこは英語で共通したコミュニケーションに英語やんかです。続いての質問入ります。はい、船酔いするんですかっていう質問です。いい質問ですね、はい、ですね、めったにはしないんですけども、はい、あのどうしてもこうとんでもない嵐が来る時はあって、うん、でその嵐がやっぱ続くとどうしても船酔いはしちゃいます。でイメージがちょっと伝わりにくいと思うんですけども、皆さんの地元とかあの子供の頃の思い出で、あのちょっとこう何ですかね、子供向けの、あの遊園地というか、はい、あの言葉を選んでみましょう、言ってますけども、あの中途半端な遊園地ってあるじゃないですか。あ、でも、はい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 、わかります、はい、まあ、宝塚、僕で宝塚ファミリーランドになるんですけども、なくなっちゃいましたけども、あのそういうぐらいの遊園地にあるジェットコースター一番こう、まあ、小学6年生でも乗れるかなぐらいのジェットコースターあるじゃないですか、はい、想像してください、ね、はい、あれで大体乗ってる時間って5分ぐらいですよね。はいはいはい、5分から10分かな、ね、うん、あれが48時間ぐらい のさらされ続ける感じです。きついそうです。あ、なるほど。そうなると、はい、そうなるとですね、あの酔うとかじゃなくてこう内臓がダイレクトにこうかき乱されるので、あのさすがにちょっとそこまでくると酔っちゃいます。そうですか。嵐になるともっとこう、うん、衝撃も激しくなったりするんですね。あ、こうそれぐらいの遊園地のこうジェットコースターブンと降りる瞬間にこう胃がブッて持ち上がるじゃないですか。はい、わかります？あれが48時間続く感じですね。はい、ああ、それは船酔い。船酔いされるとなんかこう休んだりするじゃない？横になって休む、はい、そういうことってできるんですか？ベッドがですねあるんですよ。はい。スペシャルな、あの超快適なですね、アップで見ていただきます。あ、ベッドがありますので、そこで寝れるんですけれども、うん、レース中は基本的に2人なので、はい、どういう生活をしているかというと、24時間を2で割って、あ、2時間ずつに切っていって12区画に分けるんですね、うんうん、でその2時間は働いて2時間は寝る、で2時間働いて2時間寝るっていうのをこう24時間ずっと繰り返し続けるような、そういったリズムになるので、マックス寝れて1時間半ぐらいですね。1時間しか寝れないんですね、うん、叩き起こされます。1時間あ、もうほんとずっと仮眠って感じですね。ずっと仮眠ですね、はい、うん、仮眠をし合わせてなんとか睡眠時間を確保するっていう感じですね。そういう意味で言うと、まあ船の上だと、うん、まあ楽しみ、まあ、レースしてるのも楽しみかもしれないですけど、まあ、よく言われるご飯が楽しみになるとかってあると思うんですけど、じゃあ船の上ではどういったものを食べるんですかね。あ、ご飯ですね。ちょっと船の中を少し案内したいなと思います、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと鈴木選手がここにいますが、あ、こんにちは。こんにちは。こっちに見えてるの多分イヤホンで聞こえてないと思うんですけどはい、そうですね、あの彼に音は通じないんで、こんにちはというところで、はい、じゃちょっと食事からまず行ってみたいと思いますが、キッチンはですね、
ここですね、我らの基地。おお、すごい。ここに、あの、キャンプで使う、はいはいはい、このジェットボイルが、こう、ぶら下がってるんですね、こう、入れても落ちないように。で、ここでお湯を沸かして、ここからこう蛇口を改造してつけたので、ジェットボイルに。こうピッと、ピッと緩めるとですね、ここからお湯が出てきます。おー、すごい。これが我々の唯一の食事です。じゃあ、ここで何を食べるかというと、ちょうどフード、マサって書いてますが、だけですよ。きれいに全部パッチングしてます。船はもう揺れまくるので。で今日のマサ選手のちょっとご飯を大公開しちゃいますが、基本これですね。おにしのアルファも。はい。味はいかがですか？とても美味しいです。炊きたてのご飯と同じ味がします。とても美味しいそうです。中川さんはどう？これが、はい、あ、もうめちゃめちゃ美味しいですよ。本当に最高です。美味しいですか？最高です。皆さんぜひ、災害用の備蓄米としてお買い求めください。まあ、お兄さんスポンサーさんなので若干宣伝は含まれてます、ね、本当に美味しいです、はい、あとですねおかずとかは、まあ、こうやって綺麗に取ってますけれどもいわゆるこういうあドルですね無印のカレーですね、はい、こうやって自分が好きなものを綺麗に入れておいて、はい、海の上で適宜ですね食事を取るとねカップラーメンもですね人気ですねあ、おあのヨーロッパでも売ってるんですけどもなんかこういうですねはい謎の リフィールのカップラーメンですか、ね、そうですそうです、うん、これなんですあんまちょっと味がちょっと日本のカップラーメンと違ってですね、ちょっとこう量も少ないので日本からカップ麺を買っていくっていうのが最近の我々のマイブームです、うん、なるほどあそういう意味で言うと、これを寄港するたびにまた、まあ、パッキングして乗せ直すみたいな感じですかね。そうですね。ただ、もともとは、コンテナが、このベース艇についてきてくれて、各寄港地で物をこう、受け渡しして、いわゆるこう船に積まなくてもよかったんですけども、はい。今やっぱり戦争の影響でこう世界中の物流がもうかなり破滅的な状態なんですね。はい。なのでそのコンテナを一緒に運ぶってことはちょっと難しくなってしまったので基本全食ですね船に積んでいきます今回。あ、そうなんですね。世界一周分。あ、いや、そうなんです。うん、はい。なので今そのいかに軽い食事に変更するかも含めてですねかなりけんけんがくがく議論をしているような状態です。そういう意味で言うと結構水がやっぱ飲める水って海だと取れないじゃないですか、はい、そういう意味で言うと水っていうのも全部乗せていくんですかそれともなんかそこで水はですねいい質問ですねはい浄水増水器がついてます船の中にああなるほどなのでまあ海の水をその拾って浄水器でみたいなところですか、ね、そうです増水器ですね淡水を作るんですねはい塩分抜いて綺麗な飲める水にしてそれを飲料水として使うということもできるようになってますがただすごい残念ながら激まずなのでそれ使わなくてああそうなんだ激まずなのでなので一応その飲む用のペットボトルの水も1日 1.5 リットル分ぐらい積んでます、うんうん、でも結構ただ 1.5 リットルじゃ人間足りないので実は、うん、食事に使ったりとかそういう分っていうのはなので半分ぐらいは浄水器で作ってますねなるほど。そうですね。いや結構水って重いんで、結構大変なところですよね。一周分。そうなんです。すいません。質問対して喋りまくってしまいました。はい、あ、いえいえ。楽しみってやつですね。今、白井くん、水重いで思い出したんですけど、その未来号にはエンジンがついてないんですよね。未来号ですね。エンジンついてます。あ、エンジンはついてる。あ、エンジンはついてる。じゃあついてる。ついてるんですけども、うんうん、レース中にエンジンで走るってことはしない。あ、そういうことですね。そうです。はい。ちっちゃいエンジンがついて、じゃあそのエンジン何使うかというと、うん、港から出港するとき、まあ、今これまさに港にいるんで
ども、こんな感じで。はい、ここからあの風で出るのは無理なので、はい、ここはエンジンで出ます。はいはい、うん、あ、そういうことですか、うん。はい。あとは発電用ですね。ああ、なるほど。はい。電気はすごい使うんですよ。あの海水から清水を作るのも、淡水を作るのも、うんうん、あの電気分解、電気分解じゃないな、電気であのポンプを回してフィルターを通ろ過するので、はい、あの電気をかなり使いますし、あとはそのパソコンがですね、結構たくさん載っていて、こういろんなシミュレーションをしてどういうコースセッティングにしていくのかっていうのは、これも電気を使いますし、他もいろんな電気、あの電子あの部品機械が載っているので、そのために発電をするという形になります。なるほど。ちなみに燃料、ただですね、はい、発電はですね、あのよいしょ、こんな感じでソーラーパネルもついてるので、ソーラー発電できますし、あとこれがソーラーですよね、あと水力発電もついてます。あ、そう、まあそうですよね、水力発電、まあ進むときにプロペラが回るんで、うんうん、そういうここにですねプロペラがついてるんですよ、はい、これあの今水に浸かってないじゃないですか、はい、これをスピードに乗ってるときに海にあの落とします。こうパコッと傾けて、するとこのプロペラが回って水力発電ができると、こういった仕掛けになってます。あれですね、レース進むだけじゃなくて、なんかいろいろその身の回りのやつもいろいろ考えながらやらなきゃいけないっていうので、そうなんです。ただ速く走るだけだと勝てないんですよね、そういう意味で。はい、うん、いや、これ燃料はどれくらいかということですね、はい、加藤さんのご質問。あ、そうです。燃料何を使われてるか。はい、燃料はディーゼルです。あ、ディーゼル。はい、燃料ディーゼルなんですが、はい、うん、あのやっぱり今、非常にヨーロッパでいうと環境意識の高まりがあります。で、まあ、SDGs という、まあ、あの取り組み世界的にある中で、僕らは実はあの日本のバイオディーゼルを作っている会社様に今回スポンサーいただくことになりまして、はい、燃料は全部ですね、日本からバイオディーゼルを運びました。わあ、すごいですね。なので完璧にカーボンフリーで世界一周をするですね、あの初のセーリングチームってことになります。あ、初のセーリングチームになるんですね。はい、そうなんです。あ、すごいですね。はい。いや、次の質問、ちょっと時間がどんどん少なくなって出るんですけど、はい、次の質問を中学、中川さん、会社を離れている間、どなたかに判断の権限を委譲されたのですか、という社内からの、あ、はい、いいご質問ですね、はいはい、全部権限は委譲させていただいています。あの個別 の、 あの名前とか何が誰とかここでは言いませんけども、あの適切な方にその判断を全て任せているという状態です。素晴らしいですね。結構その権限以上にあたっては、権限以上するのって簡単でしたか、難しいか。そうですね、もうあの日々の業務でかなりそのやっていただいていたことがたくさんあるので、はい、そういう意味で言うと全く迷わなかったですね。こういうことは誰にか、こういうことは誰にかも、っていうのは全然悩まなかったなっていうのが、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。白井君どうぞ。あ、そうですね、ちょっとまあ、ちょくちょくですね、あのスポンサーさんとかの名前も出ているので、あのその手の質問も来ているので聞いてしまいますが、まあ、実際レース出るのにいくらぐらいかかるんですかであったり、お金はどこから捻出されたんですかっていう質問があるんですが、はい、そうですね、あのざっくり船のまずじゃあイメージから話をするといいのかなと思うんですけども、はい、あ、ちょっと一番激しいとこからいきましょうか。今いろんな船が乗ってるんですけども、はい、はい、ちょっとですね、隣のバースに行きます。はい、はい、これあのバンクポピュレーっていうですね、銀行がスポンサーしてる100フィート長さですね、船の長さ、はい、100フィートなので30メートル、縦に30メートル、はい、マストもこんなでかいです。わ、この隣にさらに行ってますか。これはいわゆる宙に浮くアメリカズカップとかのやつですか。あ、それに近いですね。あ、なるほど、近いですね。この船ジターナっていう名前ですけども、スポンサーはですね、
エドモンドでロスチャイルドということで、ロスチャイルド家がスポンサーですね、ここは。あのちょっと よく聞く、あの、はい、富豪というか、会社持ってる会社です。そうです、そうです。こっちは袖棒。これも100フィートトライマラン、トリマラン。はい、これ、世界一周記録を確か持ってたはずですね。はい、最速で世界を一周して、はい。この辺になりますとですね、100億ぐらいかかります。はぁ。いやぁ、すごいですね。だから、今、ダッシュが走ってますけどね。トップランの場合は40フィートなんですが、はい、ちょっとですね、一回り小さな場合になります。あの白石浩二郎さんって皆様知ってらっしゃる人もいるかもしれませんが、あそこに止まってるのがですね、60フィートのニモカ船です。あたりがですね、世界主要シングルハンドルのある船ですが、あれだとですね、まあ、そうですね、年間2、30億くらいかかる。うわあ、でもそれでも結構すごいですね。すごいですね。はい、あの僕らの船は40フィート、はい、いやさっきの100フィートとかなりサイズは違いますけど、やっぱ60フィートでもすごくかかります。かなりあれはもう今最先端をいってるので、はい、結構費用はかかりますね。はい、で走ったらちょっと息上がってますけどね僕らの船はこう40フィートプラス40というですね、はい、さっきが100フィート60フィート僕らの船はこう40フィートですね。はい。保養期間です。ですので、100で60ってこんなもんかってなるんですけど、じゃあ40フィートも結構かかるんじゃないかと思ってます。これは、その辺のジャムに比べると、めちゃくちゃお金はですね、あのここまではかからずに、レースに参戦することができる。こういったですね、そうなってます。はい。いや、まあ、そう。かからないって言ってもかかるっていうのは想像できちゃいますけどここの中ではっていうところですかね。そうですね、このロリアンというですね、はい、港はこう世界の外洋セーラーのこう拠点なんですね、はい、でもとにかくこうなんて言うんでしょうか、見たこともないような速い船ばっかりここには泊まってるんですが、あそこにですねちゃんと僕らも拠点を持たせていただいているのはすごく光栄なことで、本当に奇跡的なことなんですけども、その中で言うと、まあ一番お金かかってんじゃないか、かかってないんじゃないかっていうぐらいのクラスになります。なるほど。ちなみに、あの、船の横に書いてある101番、あの、未来101番って書いてありますけど、この番号っていうのは、どうや、自分たちで選べるものではないかと思うんですけど、どういうふうに割り当てられるんですか？そうですね。これはもう船が作られた時に、1番から順番にこのクラスの中で割り振られていくんですね。ナンバーとして、はい、なので我々はこの101番目の船クラスポーツとして101番目にという形になります。なるほど。なんか今は大体どれくらいかっていうと、奥の方に159番系ですね、はい、奥には169番系みたいなのが止まっています。なのでどんどん新しい船ほどこのセールナンバーが後の番号数字が大きくなっていくというような形になります。あでもだから101 でなんかちょうどもう一個早ければ100って感じですけど、なんか101もなんかアイコン的にはなんか数字っていうか、なんかアイコンに見えてちょうどいい気はします。そうですよね、はい、英語で言うとあの LOL みたいな。そうですね、はい、爆笑みたいな、はい、感じで、はい、いい番号だなと思って、とても気に入ってます本当、はい、ねね、この PA キャンプファイヤーも実は101回目 の、はい、あの配信となりますので、ご縁がありますね。なんとそうですね、狙ったかのように本当今びっくりしました。はい、で続いてそろそろあと夏とか夏とかになりますが、続いての質問です。ヨットレースの経験を通じて PA 本アプリに持ち帰りたいもの、考え方や価値観などはありますかという質問です。いかがでしょうか。なるほど、うん、そうですね、そうですね、まあ、まだ終わっていないので、まあ、本当これからかなと思っているんですけども、うん、まあ、あの僕自身がずっとあの思っていること、まあ、人生の教訓じゃないですけれども、あのさせていただいているのは
コンフォートゾーンに入っちゃったらそこから全力で逃げろっていうところなんですね。やっぱりこう楽だなとか、なんかこう毎日楽しいのは悪い子悪い子じゃないんですけども、成長してないなと思った瞬間にやっぱりこう、そこの環境じゃないところに新しいことにチャレンジする。これは別に転職するっていう意味じゃ全然なくて、今までやらなかったことをやるだったりとか、今まで取り組まなかったことに取り組むっていうのをやっていくっていうのはとても大切かなと思っていますので、コンフォートゾーンに入ってしまってるなともし思ったら、まあ、僕もこのセーリングって全然決してコンフォートではないのでしんどいので、なんかそういった新しいことにチャレンジするっていうことをなんか常に皆さんが続けてくれればですね、もっともっといい会社になって、最終的にはいい社会になっていくんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。いやそうですね、なんか中川さんがこうやって海外に長期間行かれるということで、いろいろなマネージャーの皆さんも新しい挑戦、判断の、ね、権限を移動されて新しい挑戦に直面してるかもしれませんしね、なんかそういった意味でも社内の成長も促すようなイベントというか活動になってるんじゃないかなと思っています。はい、では白井くん、あと一つくらいなんですけど。そうですね、難しいですけどね。いやでもそうですね、まあ今まだ聞いてないなと思ったんですけど、うん、まあそもそもですね、まあヨットを やり始めたきっかけであったりとかっていうのは、うん、まあ、多分当然このグローブ40に出るためにヨットを始めたわけではないと思うので、まあ、小さい頃とか何かどういったきっかけで始められたんですかねっていうのを。あれですね、どちらかというとこう運動音痴で引きこもりがちな少年だった僕中川少年をですね、行かれた親がですね、いろんなスポーツチャレンジさせたんですけど、ことごとくできなかったんですね。僕いまだに縄跳びの二重跳びできないんですけども、かなり運動神経がなくてですね、で逆上がりできるようになったのも高校2年生の夏なんですけれども、まあ、それはさっきですね、運動神経がかなり悪くてですね、まあ何やってもダメだったんですね。で親があまりにもそれを見かねてですね、お前ヨットはなんかずっと座ってるっぽいからできんじゃないかということで、親がですね、当時兵庫県、僕は実家が兵庫県なので伊丹市にあるですね、頭蓋池というこうちっちゃな池ですね、一周歩いて10分ぐらいの池でヨット教室があった、そこに僕を通わせたっていうところが一番最初のスタートになります。それからもう気がつくと二十歳までずっとヨットをですね、まあ、一生懸命やらせていただいていて、二十歳で一回引退した、そういった経歴というかヨットとの出会いという形になります。なるほど、いやすごいいいですね。親御さんもまさか世界一周するまであるしハマるというかなると思ってなかったですよね。絶対公園からスタートっていう、ね、うん、公園で行けた。だからまあ本当にまあ何でもできるってね、僕が偉そうに言うべきことじゃないんですけど、本当に縄跳び二重跳びろくにできない、未だにできないような大人も何か一つのことに熱中してチャレンジをすればそれなりのことがですねできるようになるというふうに僕を見ていただけるとすごく嬉しいなと思ってます。はい、そうですね、中川さんが二重跳びできないっていうのを今知ったので、もし何かちょっと、はい、ね、中川さんに言われたときはまだ二重跳びできないくせにと思いながら聞くように、あ、思いながらあ、心の中でね、うん、言わない方がよかったですね。はい、いやありがとうございました。流れ惜しいんですけれども、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。中川さん、改めまして今日はご出演いただきありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後ベッドだけでも見ます、はい、僕が見たいです。はい、シーンでも、はい、ぜひカメラをマウントカメラにして鈴木選手にちょっとカメラマンやってますね。ありがとうございます。あ、我々の今年のベッドルームです。おお、あ、これがベッドなんですね。薄いですね。あ、そう、あ、こんな感じで、そうなんですね。はい、ここでですね、高さ変えられるんですね、こうやって。本当だ。今下がりました。船はですね、いや、常にこう、まっすぐじゃないの、傾いてるので、はいはいはい、あ、角度が。ベッドの平行を決めるために、なるほど。自分で角度を変えられるようになってます。こんな感じで、ここで
1日1点1時間半の睡眠を積み重ねて、なんとか元気に7日間10日間のセーリングを続けるという感じになります。変な角度になってました。いいですね。でももう飛び出しちゃいそうですね、ベッドから波揺れてると。あ、確かに。そうですね、だから荒れてるときはこうわざと角度を V にして体が飛び出さないようにしますね。なるほど。あ、何でしたっけ最後、なんか一言でしたっけ。あ、そうです、そうです。あ、まだ言ってなかったですけど。はい、最後はですね、中谷さん出演の感想をお聞きしようかと思ったんですけど、あ、じゃあ感想、出演した感想を一言お願いします。いや、いつ出れるんだろうと思って心待ちに来ていましたが、はい、本当に101回続くってすごいっすよね。ありがとうございます。プロポーズみたいですかね。あ、そうですね、プロポーズとワンちゃんになりますね。ワンちゃん、101匹ワンちゃんかプロポーズか、そしてチーム未来も101番です。本当ですね。はい、はい、非常にいい数字かなと思ってますし、本当に101回逆にね、続いてるということで本当に素晴らしいなと思います。そういったですね、記念すべきなのかな、たまたま偶然ですが、はい、呼んでいただいたことすごく嬉しく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、何度も締めを要求して恐縮なんですが、これを見てくださっているフォアプリの社員ほかお客様だったり関係者の皆様へ一言メッセージを最後いただけますでしょうか。はい、まずはですね、ここからモロッコまで、無事に、プロローグレースをして、モロッコから、カーボベルデ、アフリカの島国ですね、までですね、僕はレースに参加して、そこから、7月10日11日頃に日本に帰ります。公開中は少し仕事をお休みしますが、陸にいる間は、ちゃんとですねリモートワーク継続していきたいと思いますし、7月10日以降にですね日本に帰った時はまた今まで以上にバリバリ働いて、日本中のですねお客様へのご提案をしていきたいと思います。ぜひフォンアプリこれからもよろしくお願いしますというのは外向けの方ですし、社員の皆さんですね少しお休みいただくということを了解いただいて本当にありがとうございます。帰ったらまたですねしっかりとみんなと一緒に働きたいと思いますので、フォンアプリよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それで中川さん、そしてチームメンバーの皆さん、旅のご無事を日本から お祈りしています。頑張ってください。ありがとうございます。それではエピーキャンプファイヤー、また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではバイバイ。バイバイ。